これはね、背景がいいんだよね。ただ構図がね、構図がね、なんかいまいち絵にならない感じがするね。こっちもなんだかよくわからんしね。次のチャンスを待ちましょう。うわ、この月をねバックに何かいいのが欲しい。おおおおお、来てる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 。なんかもうちょっと、もうちょっと、これは構図としてはいいよね。ちょっとマリーがもう何のキャラかよくわからんけど、誰かわからんくなってるけど、ありか、これはありか。うん、残しとこうかな。何をするのだ。お、来てる来てる来てる。こっちもいいよ。これはちょっとフォーカスを変えよう。こんな感じかな。ちょっと遠いな。もうちょっと近づくでしょう。ちょっと邪魔。あの城はね、なんか入れたいんですよ。来てると思うよこれ。どうだ。違うか、これあかんな。こっちは、おー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 おおお、もうちょいもうちょいもうちょい、惜しい惜しい惜しい。フェーズ4、口が隠れる隠れる。どうしても口元が。いいか、これあえて、あえていいか、隠れてても。うん、これはいいでしょう。これ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 、いこう。うん、でこっちも残しとこう。これはもったいない、そのまま送ると。これぐらいかな。 OK、 蹴った、ガード。この星空に、あの城に。いいんじゃない。躍動感半端ないんですけど、これこれぐらいか。いや、ちょっとフェーズ4入ってほしくない今は。これどう。OK、 これはちょっとマリーファンにはちょっとなかなかいい写真なんじゃない、ないのかな。来てる来てる、今来てるよ、降りてきてる。
壁紙来たわ、これまた。これ壁紙だし、壁紙としていけてるでしょ。ね、いいんじゃない？うん。ほんで、ちょっと下のあの、夜景も入っていい感じだったね、今の。もうちょっと送ってみようか。かなりいいよ、これ。ああ、フィーバータイム終わった。いや、また訪れそうだな、これ。うわうわさっきよりいいんじゃない？ちょっとあの、フェーズ4、鼻になんか刺さってるんですけど。もったいない。何よ、これ。エリー？うわ、エリーか。やめてくれよな。わ、でもなんかさっきのめっちゃ良かったから、もう結構今ので満足してもうてるかもしれん。やっぱこの衣装選んでよかったわ。このキックも好き。いいよね。やっぱマリーはいいね。落ちる？これひょっとして。落ちたね。あー、ここから降りるとね、ちょっとね、もう景色がね、ちょっと残念な感じになるんですよね。ちょっと見てみようかな。マリーほんといいね。良い。このお互いの振り返りの瞬間も時々めちゃくちゃいい写真が撮れるからね、そこもポイント。マリーのポーズはいちいち可愛いな。ちょっと一回仕切り直そっかな。あ、ちょい待ち、ちょい待ち。うん、やっぱりここまで降りてくるとね、景色的にもうなんかちょっとね、ないんだよね。
そんなわけでもう一度撮り直しというかね、仕切り直しで撮っていきましょう。衣装がかわいい。これもうなんか何もしゃんでもいきなり絵になるんじゃない、ここね。これだけでも結構いいよね、この服っていうか、うん、まあ、さすがにでもあの始まった瞬間撮るとかも撮影の技術もクソもないからね、ちょっとさすがに気が引けるわ。これ落ちるな。それ取るか。いいね、光の入り具合かな、いいのは。景色はいまいちやけど、あの2人の衣装の色が、色の配分がとてもいいね。オッケー。ブワってなってんね、ブワって。こういうのあり？こういうのはなしかな。何のこっちゃわからんもんね。やめとこうか。このステージはもう完全に月でしょ。月がもうね、あの撮影のなんか雰囲気を盛り上げてくれるよね。あと城ね。もう一段階下に降りたところの方がなんかあの照明と光が加減がいいんですよね。後ろを取って、来てる。ここから